ミラノ音楽院、またはジュゼッペ・ヴェルディ音楽院は、イタリア、ミラノにある国立の音楽大学である。1807年に設立された。ミラノがナポレオンにより統治されていた、イタリア王国時代の1807年、政令により音楽院が設立され、翌年の1808年、サンタマリア・デ・ラ・パッシオーネ教会の回廊に敷地を設け正式に開校した。開校以来、ジャコモ・プッチーニ、ピエトロ・マスカーニ、ブルーノ・マデルナ、ルチアーノ・ベリオ、アルトゥーロ・ベネデッティ・ミケランジェリ、マウリツィオ・ポリーニ、ブルーノ・カニーノ、クラウディオ・アバド、リッカルド・シャイー、ダニエレ・ガッティなどの著名な音楽家を輩出し続けている。教鞭を取ってきた著名な教授陣としては、イルデブランド・ピツェッティ、フランコ・ドナトーニ、ピエトロ・スカルピーニ、アントニーノ・ボットー、リッカルド・ムーティラがいる。クラシックはもちろん古楽や電子音楽、近年ではジャズやポップスのコースも開講され、広範囲な音楽分野を学ぶことができる。また、毎月のように世界的な音楽家のマスタークラスが開催されると、現在でもイタリアで最も卓越した音楽の養成学校とされる。出身者、著名な教授の詳細は、ミラノ音楽院の人物一覧、カテゴリー、ミラノ音楽院出身の人物を参照のこと。同校の施設には、大小2つのコンサートホールがある。1908年に建設されたヴェルディホールの客席数は1580席。ホールロビーには、ヴェルディの自筆譜や書簡、トスカニーニの指揮棒や塩ビ袋、世界中の貴重な楽器が展示されている。1952年に建設されたプッチーニホールは450席である。両会場では、毎日のように学生やプロによるオーケストラやリサイタル、室内楽のコンサートが開催されている。1808年に設立され、現在蔵書数は5万冊超えている。書庫には中世の写本や自筆譜、書簡等の貴重な資料が数多く保管されており、イタリア音楽の歴史的及び科学的研究における豊かな情報源の一つとなっている。ストーリア・イー・ミッション、コンセルバトーリオ・ディ・ムジカ・ジュゼッペ・ヴェルディ・ディ・ミラノ。www.consmiLano.it.2019 年8月22日閲覧。ラ・ビブリオテカ、コンセルバトーリオ・ディ・ムジカ・ジュゼッペ・ヴェルディ・ディ・ミラノ。www.consmiLano.it.2019 年8月22日閲覧。ありがとうございます。